自動車産業の町として知られている愛知県豊田市。小高い丘に町を望むように建てられているのが豊田市美術館です。シンプルなフォルムのモダニズム建築、1995年にオープンしました。手掛けたのは美術館建築の巨匠と称される建築家、谷口義雄さん。これまでニューヨーク近代美術館新館や土門拳記念館など数多くの美術館を手掛け、世界で最も美しい美術館を作る建築家と呼ばれています。私は建築を作るに一番大事な3つであります。それは光と素材とプロポーションです。ですから素材は一生懸命考えます。もちろんいろんな展示物に合うにはグレーとかモノクロームがいいわけですけど、それじゃあまりつまんないんで緑のスレートの石を選びました。あの緑色の石はですね、色があるんですけど原色にもすごく合う自然の色です。そんなことから一生懸命緑の特徴ある石を探してスレートですけどそれを使ったわけです。谷口さんがこだわった緑の石はアメリカ産の粘板岩。一般的には屋根に使う素材だといいます。その石で作られた巨大なファサード、くぐって先に進むと入り口は天井が低く、ファサードに比べると控えめな空間の作りになっています。私はよく利用する手法ですけど、例えばお茶室のにじり口みたいに小さくなって入ると中の空間が大きく感じますね。それから自分がこれから作品と出会うためにまず最初に自分自身が小さくなって、それから中のものを尊敬するというような精神を表すために、大きなゲートと小さな入り口を組み合わせて、観覧者が中に入ってどういう作品であるか期待感が高揚するような感じを作りました。美術館に入るとまず来館者を迎えるのが吹き抜けになった空間と壁一面を使った作品、アメリカのアーティストジョセフ・コスースによるものです。古代ギリシャから21世紀までの哲学者や思想家の名前が壁一面に並んでいます。一つ一つの名前の向こう側には膨大な言葉の積み重ねがある。見えないものにまで想像を広げていく作品です。豊田市美術館は20世紀の美術とデザインを数多く収蔵しています。代表的なコレクションの一つ、クリムトのオイゲニア・プリマフェージの肖像。大胆な絵の具のタッチで華やかで幻想的な雰囲気を描いたクリムト後期の肖像画を代表する一つです。また豊田市美術館は現代アートの意欲的な企画展覧会で全国的にも知られています。今回のトヨタの場合は現代アートでしたから光が入っても構わないということだったので自然光を入れました。それもですね、一度乳白色のガラスを通して均一な光を作って、あまり光は入るけど影が映んないような均一な光の空間を作ったわけ。館内を進んでいくごとに、さまざまな視点から作品を鑑賞することができ、変化に富んだ鑑賞ルートがさらに深いアートの世界へと誘います。
私の美術館を設計する鶴の特徴ですけど、動画を作るように構成します。美術館というのは観覧者と作品の出会う一つの旅なわけですね。その旅を構成するためにどこを歩いた場合何が見えるか、時々作品じゃなくて外部の景色を見える、そういうふうにやって入り口から出口までたどると一つの作品と出会う旅ができると、そういう感じで中を映画を作るように構成します。美術館建築の巨匠の経験と英知がこの豊田市美術館には詰まっています。建築は何かというと、人と物と情報の器です。器自体が機能がありますね。それから器自体も表情が必要です。そういうもので器でありながらあまり出過ぎてもいけないし、器は全く無視してもいけない、その辺の微妙なバランスをどう取るか。当たり前の建築は当たり前に衣食住のうちの一つですから、当たり前のなんです。建築は当たり前のものを当たり前に表現して美しく見せる、それはどうに可能かということを考えています。